コネクティングピープル、人をつなぐ、それが私たち東方ビーズです。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。いや、今日はね、実は私が大好きな写真家さん、村尾香織さんの写真講座がねあったんですね。でね、今日はね、何人ぐらいだろう、10人ぐらいねお越しになられてて、はいはい、もう本当暑かった。今日はね、なんかね、あ、もう村尾さんが喋り始めてくれています。ということで、本日のラジオも行ってみたいと思います。 DJ トビーのビーズラジオ。ということでね、まずゲストのご紹介していきます。本日のゲストはビーズフレンドの写真を、はい、いつもねお撮りになられてる写真家の村尾香織さんです。こんにちは。こんにちは、村尾です。いや、実はね、村尾さんね、今ね手を動かしながらね話してもらってるのでね、はい、ちょうど今写真講座が終わって終わったところです。片付けをしていただいてるんですけども、今回いかがでしたか。いや、皆さんご熱心にいろんな小道具まで持ってこられる方もいて、はい、作品以外に小道具、こういうもので合わせたいですとか、はい、そういう方もいらっしゃって、半分以上が初めての方だったんですけども、はい、熱くやっていただいて、この本当に猛暑の中、いや、もう飛びもね、本当嬉しい。本当に皆さんご熱心で、はい、こうやりたい、こうやりたいっていうのと、あと皆さんが撮られるところをやっぱり皆さん集まってこられて、はい、見学してくださったり、質問もあったり、すごくなんかこうやりがいがあった回でした。いや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 、なんかもう今回3回目、ね、3回目ですよね、大きく言うと3回目ですね。企画で言うと3回目ですけど、そうですね、なんかやっぱり今回は皆さんが、うん、やっぱこう1回目2回目3回目になっていくにつれて、なんかこう満足度も上がっていっているような、皆さんやっぱりこうこうしたいっていうことをこう投げてきてくださるようになったので、はい、それを返すことが増えたので、皆さんにとっても、はい、あ、この質問聞きたかったわっていうようなことをやっぱいろいろとこう重なってきたので、それもいいのかなと思います。そうですよね、なんかその作家さん、素敵なものを作っている作家さんが、うんうん、なかなかこう、そうそうそう、いい写真が撮れないっていう気持ち、うん、トビーもやっぱりちょっとよくわかるんですね。なんかやっぱ会社のなんかもう頑張ってデザインチームの企画部の子たちが作ったものを、うん、あとは一緒にね、講座を運営してる外の先生たちと一緒に作ったものを、どうやったら綺麗に撮れるかなときに、これトビー、これ俺の写真でいいのかとか思うときもあったり、これじゃあまずいかと思うときもあったりね。だからそうやって思う気持ちってやっぱ皆さんもあるんじゃないかなと思ってね、こう企画をしたんですけど、なんか本当にとても良い。そうですね、なんか皆さんご自分の作品を分かってらっしゃるので、はい、こうやった時にこうなっちゃうんですよ、なんかテカっちゃうんですよ、この時どうしたらいいですかとか、なんか吊るしたいんですけど、どうやって吊るすといいですかとか、なんかこういうものを使っていつも撮影してるんですけど、これはどういうふうに使ったらいい、買ったはいいんですけど使い方分かりませんとか、はいはい、そのまんまもう、はいはい、そのままでいらして初めて使うみたいな方もいらしたので、うん、それでも OK なんです。いやー、でも先生でもこうやって教えてみて、うんうん、なんかこれラジオのリスナーさんに届くとしたら、ええ、皆さんってどういう勘違いとかどういうミスをしてる方とかが多いんですか。そうですね、結構モリモリにしちゃう方が多いんですね。あ、トビーも含めてね。そう、何を見せたいのかがわからない、はい、っていう写真を撮る。確かトビーもよくレースとか、ね、なんか花とか、なんかいろいろこう置きすぎて、なんか何がメインか分からなくなっちゃうみたいな。撮りたいのどこみたいな、はい、要するに目線が一番こう映したいところに行かなきゃいけないじゃないですか、はい、でそれがちゃんとリードしてあげるのがやっぱ写真なので、はい、それがたくさんいろんな小道具があったりとか、なんかこうあまりにもドアップ、まあ、ドアップは別に悪くはないんですけど、ガーッと映しすぎてちょっと圧がありすぎて、はい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 、なんか引いちゃう写真とか、あー、ありますよね。あ、分かります。そのこってりすぎてみたいなのもね、あります。あ、飛びやりがち、ちょっとちょっと多い、くどいっていう。あ、分かる。もう豚骨ラーメンみたいになっちゃってる。そうそうそう、ちょっと少し引き気味の、ちょっと豚骨でももうちょっとこうあっさり豚骨でいいじゃないのみたいな、いいじゃんっていう感じの、はい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 、それとか、あと
同じたくさんあるんですけど同じ線向きで揃えすぎちゃうとか、あ複数のアクセサリーを取るときに、ね、そういうときに同じ感じでこう並べすぎちゃったりとか、はい、きちっとまあ別に並べること自体は問題はないんですけど、こうメリハリがないとどこやっぱりそこどこを見たらいいかわからないんですよ。左前とか右前とか、なんかこうあるじゃないですか、なんか角度とか角度とか、うん、その辺もあるの でたくさん例えば3本ぐらい同じように並べちゃうと綺麗なように見えるんですけど、どこに見ていいかわからないのでちょっと短い長いをつけるとか、あ確かに、うんうん、こうじゃなくて短い、こっちは短い長いちょっと長さを変えるとかっていうとリズムが写真の中に出るので、はい、今回は結構そういうことが多かったです。写真の中でリズムをつける、なんかいい素敵な話ですね。なんかじゃあ今なんかまとめると皆さんね、覚えててくださいね。なんかこってりいろいろ入れすぎない、トビーもよく入れがちなのは瓶入れて大理石みたいに入れてからレース入れて、まあ、どれやねんどれ見せたいねんみたいな感じになっちゃうってことですね。もうアクセサリーがもう見えへんがなみたいな。そう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 、だからもう究極、はい、今回ねちょっとあの壁紙も協力していただいて、まあ、ビーズに合う壁紙を使っていただいたので、はい、それだけでちゃんと置くだけで、あもう究極素敵な何ですかね、背景があれば、あとはトリミングです。キャー今回もかっこいい、やっぱり皆さんにやっていただいて、ああこうなんだって分かっていただいてよかったかなと思うのがトリミングの仕方ですかね。あじゃあもう今の究極で言うと、うん、もうジェームス・ディーンみたいな、もうジーパンに白 T が一番かっこいいぐらいシンプルなのが、そうです、シンプルでちょっと余白を作る。逆にそれぐらいで撮れるようになって初めて、そうですね、写真というものの、あの本質みたいなのになんか触れられるかもしれないですね。そうですね、それが一番何が写したいのかっていうのが分かりやすいかな、はい、確かに考えなくなるかもしれない。たくさんを置きすぎるとなんか角度とかどのあたりから撮ったら綺麗かとか分かんなくなっちゃうけど、極端な背景とそれさえちょっときちっと確かに置いて、まあなんかね、皆さんこう置き方が難しいとおっしゃってましたけど、はい、まあ、それもたくさん見てたくさんやればちゃんと置けれるようになる。まさになんかアートの考え方の一つかもしれない。なんかいろいろ考え、あのなんていうんですかね、いろんなベクトルを減らしていって、そうそう、シンプルイズベストですよ。シンプルなところの、あの例えばどういうふうに、うん、なんか例えば丸くアクセサリーを置くとか、うん、そう少しなんていうかね、あの半円で置くとか、そうどういうふうに置くかとかしかできなくなりますもんね。そうですそうするとその中のベストが出てきたら、それが一番美しい姿になると、ね、そうすごい。そうするとね、でなんか自分の特徴とかも見えてくると思うんですよ、はいはい、写真を撮ることで、あ私ってこういう作品撮るんだなって、はい、逆に再発見されるんじゃないかなと思います。いやーすごーい。いや本当そうかもしれませんね。撮ってみて分かることとかあると思うので、はい、ぜひぜひ。ではちなみに今回はスマートフォンで撮るっていうところをテーマにしましたけど、うんうん、はい、先生的に一番おすすめのスマートフォンってあるんですか？まあ、iPhone15 Pro ですかね言っちゃったやっぱり iPhone15 Pro。 いや、やっぱ前私も12を使ってたんですけど、はい、12から私はちなみに15 Pro Max なんですけど、はい、やっぱりそのポートレートのボケ感がバージョンアップしてますよね、はい、ね、トビーも ね実は持ってるけど、もう怖い、もう怖いっていうか、そうこれってなんか疑似的に、そうもう疑似的に見えない、なんかいいのかな、そうそうそう、正直ここまでやっちゃっていいのかなって思うぐらいよくやれてますよね。あ本当ですよね、まあ、多分まあソフトであるので、まあ、それを写真にした時はやっぱり画質ちょっと落ちるとは思うんですけど、あまりにもいじったりすればね、はいはい、でももうインスタぐらいだったら、そうですよね、なんかウェブで使うというか、ウェブで使う分には全く問題ないのかな。でも写真家としてね、なんか例えば印刷して額装してってなると、それはちょっとさすがにね、さすがに気が引けます。であとやっぱりiPhone の15 Pro Max の、まあ、Pro Max の、 そのプロのいいところはホワイトバランスが
やっぱり格段に良くなってます。へえー、そうなんですね。で今回ちょっと皆さんいろいろとこう iPhone でもいろいろな iPhone だったので、はい、こっちで撮るとこの色で出るんだけど、うん、ちょっと違う13とかだと、はい、こうなんだっていうのはちょっとあの思っちゃいました。同じ条件の場所でも13だとちょっと例えばちょっと色が出てない、黄色みに出るとか、15だとパキッと出てる、あとなんかもしかしたらあのダイナミックレンジって言われるああいったものも違うかもしれない、ね、違うと思います。だからどのぐらいまで黒とか白が残るとか、そうそうそう、それがね多分そのまあ、画質補正するじゃないですか、はい、その時の幅も違う気がしました。あのスライダーした時のあそっかそっか許容幅も、そうなんです、許容幅じゃないので、私がやってる時はこれくらいちょっとやるだけでだいぶくるんですけど、はい、中には前の iPhone だとここまでやらないと同じ効果出ないなっていうのがあったので、はい、ちょっと皆さんにはご自分でだいぶこう動かして自分のそのね、スライダーのマイナスとかプラスのあれを加減は見てみてくださいねとは言ったんですけど、ちょっとその15 Pro はで一発で、ね、まあまあいいんですよ。取っ手出しも綺麗だと。そう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 、確かに。だからあとはトリミングだけやればいいみたいな。はいはいはい、そこはじゃあもう15 Pro とか15 Pro Max おすすめだよってことですね。おすすめです。でもなんかそろそろ次ね16の噂も出てるから、もうでもそうなったら15がちょっと安くなるかもしれないよね。なのでぜひ、はい、もしご検討の方は、そうですね、今買い替え検討の方なんかはね、まあ、ちょっといいかもしれないですね、まあ、もし迷われてたら。あとはねトビーもね結構ねあの動画を撮るんですけど、あ動画どうですか、はい、14とか15ぐらいから、うんうん、もう格段になんかよくなってる、うん、綺麗だし、なんかなんとなく分かんないですけど手ぶれ補正というか手ぶれしにくいモードじゃなくても、うん、なんか手ぶれがしにくくなったような、なんとなくの肌感もあって、そこから例えば切り出しはできるんですか、うん、できますできます。それも結構まあまあ、あ写真の切り出し、そう、あトビーそれはね挑戦したことないですね。 あれだけ ね、そのサムネイルぐらいね使うことあるけど、 そうですね、その程度の切り出しなんで、そうですね、でもなんか理論上は 4K で撮ったらね、できますよね。だから例えば、まあ、今回とはちょっと話が脱線しちゃいますけど、はい、子供の、ね、写真を撮るときに、あ運動会とかね、そうそう、ムービーで撮っといて、うん、でそれを切り出しして、例えば高画質で撮っとけば、はい、切り出ししても写真としては生きるので、まあ、高画質なはずですよね。そう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 、でもやっぱりあれじゃないですか、やっぱりあの一眼 の、 あの大玉みたいなので、あの、あれじゃないですか、ちょっと背景ぼかしながら撮りたいんじゃないですか、お父さんたちは、ね、そうですね。でもね難しいから進めませんやっぱね、ブレるんですよ、まあ、ブレ補正の、ね、なんか VR ついてるのもありますけど、はい、やっぱり長玉は、はい、走ってくる子を捉えるだけでも大変ですからね、大玉だから。あこれねちょっとラジオの中でねこんなね村尾先生にね、あのトビーの今の趣味ね、なんかね言っちゃっていいか分かんないですけど、最近ねあの流し撮りっていうのをね、なんか楽しくて、あのトビーにいつもね新宿に、うん、あの週に1回ね、はい、あの息子の囲碁教室で行ってるんですけどね、 あまりにやることないからね、あの新宿の大通りでこうやって絶対怪しいやつなんですよ、一人で流し撮りして、うん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 、でもね慣れてくると車のスピードと同じスピードでやってると、そうするとね背景がスイッとこう、そう、背景はすごい動き感があって、車だけは止まってるみたいな、よく電車 の、 そうそう、あの、ね、鉄道写真を撮る方がやる手法ですよね、はい、そうです。だからあれをずっとやってるといつか運動会でいい写真が撮れちゃう、撮れますね同じですねなんちゅう話に言っちゃったか分からない、ね、まあ、そういうことです、はい、でもなんか今の話はビーズアクセサリーの話から全然ビーズアクセサリー止まってますからね。そうです、そうです、だからね止まってるから自分でいい場所を探してあげれば、はい、でもなんかこんな風にやってきましたけど、なんか諸瀬で次はなんかどんなことに挑戦していきたいとかありますか。そうですね、まあ、皆さんだいぶこうやり方は分かってらしたので、はい、もう少しこう自分のこう自分らしさが出る、個性ね、そうそう、うんうん、自分らしさが、一応これはもうあの村尾スタイルの写真の撮り方を皆さん教えしたんですけど、はい、私はこういうのが、それこそ豚骨ラーメンが好きっていうならごちゃごちゃでやりたいんですっていうんならごちゃごちゃでどうやってその方の世界観を
表せるようになるかっていうのを一緒に考えられたらいいかなと思います。あ、それ面白そう、うん、個性いろんなこともあると思うので、村尾さんだったら、うん、そのコテコテラーメン、あ、じゃあ私だったらこうするかなみたいなのもなんかちょっと聞いてみたいですよね。そうですね、そうですね、うん、いやとても面白いか、今回ね、あの村尾先生、はい、あの終わりの時に次はってお話もしていただいたので、また機会あると思いますの で、 です、ね、ぜひ今回聞いてる皆さんでも、はい、ご参加をご検討いただけたらいかがでしょうか、はいはい、ということで本日のラジオはここまでにしたいと思います。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。